プリウスフェイと HEV の違いと注意したい点は ?2023 年3月、トヨタは、新型プリウスのプラグインハイブリッド車、フェーフェを発売しました。すでに発売を開始していたハイブリッド車、HEV と合わせて、5代目となる新型プリウスシリーズのラインナップがすべて、出揃ったことになります。 三代目と四代目はノーマルのプリウスとは別モデルとして、プリウス PHV の名が与えられていましたが、新型プリウスフェーはプリウスの一グレードとして、これまでよりもスポーティーさを強調したモデルへと進化を遂げています。新型プリウスフェーに搭載されるのは、最新の第5世代ハイブリッドシステムをベースに、 コンパクトかつ大容量な駆動用バッテリーとモーターを組み合わせた新開発の 2.0L プラグインハイブリッドシステムです。システム最高出力は先代のおよそ2倍となる 223PS を発揮し、例時速 100km 加速は6.7秒とスポーツカーの GR866.3 秒に肉薄します。 このことからもわかる通り、新型プリウスフェイは、新型プリウスにおけるハイパフォーマンス仕様という位置づけです。もちろん、従来と同等以上の環境性能を兼ね備えている点にも注目です。WLTC モード燃費は、標準装備となる19インチタイヤ装着車で 26.0km パーリットル。 メーカーオプションの17インチタイヤ装着車では3 0 1トルパーリットルを記録しているほか EV 走行距離も全車が8 7トル後車が1 0 5トルと日常生活はほぼ EV 走行で賄えるレベルとなっています。またソーラー発電システムやバッテリーに貯めた電力を外部に給電できる EV 給電モード。そして停電や災害などの非常時に車を電源として、活用できる HEV 給電モードなどが設定されており、レジャーやアウトドアはもちろん災害時にも活用することが可能です。同じ Z グレードでも装備が異なる。基本的な装備のほとんどは、新型プリウス、HEV、 の最上級グレードである。Z と共通している新型プリウスフェイですが、HEV の Z とは異なる部分もいくつか見られます。まず、最も大きな違いは、HEV では設定されている 4WD 仕様が、フェイでは設定されていません。これは、フェイはより大型のバッテリーや、 モーターを搭載する必要があることから 4WD システムを搭載するスペースの確保が難しいことが理由と思われますその一方で仙台ではラゲッジルームに搭載されていたバッテリーは新型プリウスフェイではリアシート下部へと移動しています重量物であるバッテリーの位置をより低くより車体の中心に配置することで 走行性能の向上を図っているほか、必要十分なラゲッジルーム容量を確保しています。細かな点で言えば、フェイではヘッドランプレベリングがオートになったり、リアコンビネーションランプがグレースモークになったりといった違いが見られます。また、トヨタセーフティセンスに含まれるオートマチックハイビームか、フェイではより高機能な アダプティブハイビームシステムとなっています。エクステリアでは、切削後期、ブラックのアルミホイールや、金属調シルバート装のフロントロアグリルなどがフェー専用装備です。インテリアでは大きな違いが見られませんが、フェーでは12.3インチのディスプレイオーディオプラスが標準装備となっているのに対し、 HEV では同じ12.3インチではあるものの一部機能が制限された通常のディスプレイオーディオが標準装備となっていますただし61600円のメーカーオプションを選択することで HEV でもディスプレイオーディオプラスを装着することが可能ですその他 フェイではレッドのステアリングホイールステッチを選択できたり、アナダイズドレッド加色のシフトノブが用意されている点などが主な違いです。価格差は実質ゼロ購入時における両者の違いを見てみましょう。新型プリウスフェイの車両価格は460万円です。基本的な装備はほぼ標準で装着されていることから、 基本的にはこの金額で十分満足できると思われます。対する HEV の Z は 2WD 仕様が370万円、4WD 仕様が392万円となっています。FA には 4WD 仕様が存在しないため、2WD 仕様同士で比較するとその価格差は90万円となります。一方、FA では、 いわゆる国の補助金である CEV 補助金を受けることができ、その金額は55万円2023年度にもなります。これに加えて、成熟した装備差を考慮すると、実質的な価格差は20万円程度になると考えられます。自治体によってはさらなる補助金を得られる可能性もあるため、 場合にによっては両者の価格差がほとんどゼロになる可能性もあります。また納期を見るとフェイはおよそ1年であるのに対し HEV の Z は2年にも及びます昨今の現状を考えるとある程度はやむを得ない部分もありますが実用車であるプリウスにとって1年の納期の差は大きな要素と言えそうです ただ、新型プリウスフェイは急速充電に対応していないため、自宅への充電設備設置が事実上必要不可欠であることには注意が必要です。戸建てであれば大きな問題はないかもしれませんが、マンションなどに住んでいる場合など、充電設備の設置が難しい場合は、そもそもフェイは候補から外れてしまうかもしれません。 新型プリウスのフェイと HEV を比較検討する際には、単純なスペックや装備、価格の比較ではなく、車の利用環境も含めて広い視点から考えることが重要です。